こちら浦安情報局こちらの時間です。秋も終わりに近づき、冬を迎えようというこの時期に使われる季節の言葉に小春日和があります。小さな春と書くので春の言葉と勘違いしがちですが、秋の終わりから冬の始まりにかけての暖かく穏やかな日を指します。アメリカではこのような秋の日をインディアンサマーと呼ぶそうです。天気が変わりやすいこの時期、小春日和の日には爽やかな秋晴れを満喫しておきたいですね。さて、今回のこちら浦安情報局のラインナップです。まずは子育て情報、続いて市内の出来事、スポーツで輝け、心がけよう火災予防、食卓はシェフの味、そしてクリスマスイン浦安をお送りします。では子育て中の皆さんに楽しく充実した生活を送っていただくために、さまざまな情報をお送りする子育て情報からご覧ください。今回は子育てハンドブックをご紹介します。日々成長するお子さんと過ごす毎日には楽しさや充実感がある一方で、誰かの手を借りたい時や話を聞いてもらいたい時もありますよね。このみんなで子育てハンドブック一人じゃないよは、妊娠・出産から小学校入学まで市の各種子育てサポートを紹介する子育て情報冊子です。最新版が完成し、特集として浦安版少子化対策事業なども掲載しています。このハンドブックは健康増進課で母子手帳と一緒にお渡しするほか、ご覧の各施設で配布しています。子育て中の皆さん、ぜひお手に取ってみてください。続いて市内の出来事をご覧ください。11月11日には美浜公民館でスマートコンシューマー小劇場、これはコントなどで笑って悪質商法を撃退しようと行ったものです。早速登場したのは悪質商法撲滅レンジャーの皆さん。まずはオレオレ詐欺。事故っちゃって車の修理代に300万必要なんだよ。続いては警察を名乗る詐欺をテーマにしたコントで会場を沸かせました。先生お待ちください。いや少々だ少々だ。先生おかしいから。ニーハオ。なんで？なんで乗っかってきたの？ちょっと耳が。3つ目は還付金詐欺のコントを披露しました。十分聞こえないよだから。法律改正がございまして、納めすぎた金額をお返ししようと思い電話させていただきました。そして今回初めて披露されたのが悪質商法撲滅レンジャーのテーマソング。続いて消費生活センターの相談員や浦安警察署の警察官による悪質商法について詳しい話がありました。スマートコンシューマー小劇場はコントで歌で笑いながら悪質商法について学ぶことができました。11月15日には日の出の三番瀬沿いで浦安絆の森の植樹祭、これは浦安絆の森事業の植樹です。浦安絆の森は東日本大震災による液状化で噴出した土砂を土壌の基礎として有効利用した緑の防潮堤、澄み渡った秋空の下、地域の子どもたちやボランティアスタッフなどおよそ600人が集まりました。この植樹はイオン環境財団との共同で行っています。植えるのはサザンカやクチナシ、カンツバキ、タブノキ、スダジイ、大島桜など20種類およそ6700本を植えました。参加者と苗木の本数は今までで最大規模、3000平方メートルの範囲を1本
ず大事に植えていきました。さまざまな市民団体や浦安市緑化事業協同組合の皆さんの協力で行った絆の森の植樹祭、皆さん土にまみれながら食事を楽しんでいました。今郷土博物館では企画展浦安の農業野良と浜で暮らすを行っています。これは平成21年から25年まで行ってきた浦安の農業についての聞き取り調査を中心に、浦安町史郷土資料館時代から収集してきた資料をもとに開催したものです。浦安の昔のイメージは漁業の町のイメージが強いかもしれませんが、実は農業も行われていました。しかし土地が低く海が近いことから、さまざまな塩害などに悩まされていたそうです。この企画展ではそのようなことを貴重な資料とともに紹介しています。展示は4つのテーマに分けられています。最初は浦安と農業の関係、特徴などを見ることができる浦安と農業。2つ目は浦安の先人たちが残してくれた農具とともに浦安の米作りを紹介する浦安の米作り。3つ目は米作りから蓮作りに変わった歴史や特徴などを垣間見ることができる浦安の蓮作り。最後は都市化の波が浦安にも訪れ、農地から宅地に変わっていく様子などを紹介する浦安の農業の終わりです。現在は全国で唯一の農地ゼロの町からは想像もできない姿を垣間見ることができる企画展になっています。期間は12月7日までです。皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがですか。続いてはスポーツで輝けレッツサッカー。浦安市をホームに活躍する浦安サッカークラブの斉藤監督がゲームの中でフィールドプレイヤーのポイントになる動きを解説してくれます。今回も攻めのお話をします。テーマはサイドチェンジです。今右から左へパスが来ました。混んでない方にパスを出すことをサイドチェンジと言います。今度は左から右へボールが流れています。パスは回ってるけど窮屈ですね。なので大きいサイドに、空いてる方のサイドへ今ボールと選手が変わって移ってきました。そして左サイドに青のユニフォームの選手がいて、こっから中フリーの選手が見えましたね。ヒールでパスしてセンターフォワードが抜いてシュートを決めています。ここから斜めのボールを入れてシュートです。この斜めのボールというのは非常に有効です。なのでサイドチェンジをして空いてる方のサイドから斜めのボールを中に入れていくということが、まあ、攻撃のスイッチ。このパスでゴールまで行くぞ、点数を取りに行くぞ、そういう合図のパスなんですね。何度もサイドチェンジをしていくうちに必ず隙間ができて、その隙間をうまく利用してゴールしているシーンです。こういうようなことを考えて、練習で、試合でこういうプレーをやってみてはどうでしょうか。これからは暖房器具を使ったり空気が乾燥するなど火災が起こりやすい時期です。最近全国で急増しているのが調理中のコンロや仏壇のろうそくの火が衣服に燃え移るといった着衣着火。その着衣着火の火元の中でも6割以上を占めているのがコンロ。
こちらがコンロなどを使っていて火がついた場所です。着ている服に火がつくなんてとても恐ろしいことですね。火事を防ぐには普段からの備えが必要です。今回は火事を防ぐための7つのポイントを中心に火災予防についてお伝えします。この時期に行っているのが小中学生の火災予防ポスター展。11月5日には入賞者の表彰式が行われました。応募数は小学生の部481点、中学生の部170点。審査の結果29点の入賞入選作品が決まりました。一方こちらも恒例の夜間路上禁煙運動、昔から続く浦安独自の市民運動です。火の用心にご協力ください。はい、ありがとうございます。明治時代、浦安は2度にわたって大きな火災が発生し、大きな損害を出しました。それ以来、浦安の人々は稲わらを燃料とすることを禁止し、同時に11月15日から4月15日まで火災の主な原因となっていた夜間に路上でタバコを吸うことも禁止したのです。現在でもこの運動は続き、消防団や自治会の皆さんによる駅前でのキャンペーンのほか、夜間のパトロールが続けられています。続いては住宅火災を防ぎ命を守る7つのポイントです。まずは火事を起こさない3つの習慣を紹介します。1つ目は寝タバコはやめる。浦安では夜間路上禁煙運動もあり、ポイ捨てなどを見かけることはほとんどありませんが、昨年タバコの不始末による火災が5件発生しています。特に寝タバコは布団に燃え移るなどして大変危険ですので、絶対にやめましょう。そして2つ目、これから出番が多くなるストーブ。昨年浦安ではストーブによる火災は発生していませんが、電気ストーブなどは手軽な暖房器具として多く使われていますので、ご注意を。ストーブは燃えやすいものの近くに置かないこと。例えばカーテンの近くで使ったり、座布団などの近くに置くことは厳禁です。次はガスコンロ。そばを離れるときは必ず火を消すこと。揚げ物の途中に火を消さずにその場を離れた結果、火災が発生するケースが毎年発生しています。またコンロの周りには燃えやすいものは置かず、グリルなど油がたまりやすいところはこまめに掃除をしましょう。また外出先から帰宅したときにはマフラーやコートなどは脱いでから火を使うようにしましょう。万が一火事が起きてしまったときのために普段から備えておくことも大切。続いては4つの対策です。1つ目は逃げ遅れを防ぐための住宅用火災警報器の設置です。火災の煙などを感知して音声や警報音、光の点滅などで知らせてくれるので、火災の早期発見にとても有効です。また住宅用火災警報器は消防法や浦安市火災予防条例の規定により、住宅内の寝室や階段、台所、また建物の形式によっては廊下に設置することが義務付けられています。
まだという方は速やかに設置をお願いします。2つ目は、万が一火がついても燃え広がりにくい防炎品を使用すること。ライターなどの小さな火でも燃えやすいのが繊維の性質。こうした性質を改良し燃えにくくしたのが防炎品です。カーテンやカーペット、寝具やエプロン、仏壇マットなども発売されています。寝具類や衣類は身体への毒性がないかなどの審査も行われていますので、防火対策の一つとして防炎品を使うようにしましょう。3つ目は、火災を小さいうちに消すための住宅用消火器などを設置すること。消火器はすぐに使えるように火を使う場所の近くに置きましょう。浦安市の場合、多くのご家庭に消火器があると思いますが、皆さんは使い方をご存知ですか？まずレバーの上の安全ピンを引き抜く。次にホースを外し、ノズルを火元に向ける。そしてレバーを強く握る。消火器の使い方、やってみると意外に簡単です。いざという時、素早く確実に使えるように一度手順を確認しておいてくださいね。そして4つ目は、隣近所との協力体制を作ること。高齢の方やハンディキャップのある方の避難を援助するために、自治会の防災訓練などに参加しましょう。昨年市内で発生した火災の原因ですが、一番に上がっているのが放火または放火の疑い。おととしの3件から10件と大幅に増えています。放火の被害に遭うのは家や建物だけではありません。夜間のゴミ捨て場や駐車場など、人目につきにくい場所、時間にも起きています。家の外には燃えやすいものを置かないようにし、ゴミは決められた日の朝に出すようにしてください。今回は命を守る7つのポイントを中心に火災予防についてお伝えしました。火災は自分や家族だけでなく、近所の家にも迷惑をかけてしまう恐ろしいものです。日頃から火災予防を心がけましょう。さあ、続いては食卓はシェフの味。サンルートプラザ東京の小沼義弘ペストリーシェフが、年末年始の慌ただしい時にも簡単に作ることができるスイーツをご紹介します。ではこれからのいちごのゼリー寄せを作っていきます。まずはじめに、カットをしておいたいちごを型に入れていきます。カット面を外向きにするように入れていきます。はい、ではこれからゼリー液を作っていきます。材料が水です。白ワインで、この中にグラニュー糖と、イナーガーという植物性のゲル化剤、一緒に合わせてあります。これをまずこの鍋の中に全部入れてしまいます。これを火にかけて沸騰させます。沸騰してから少し弱火で煮てあげます。でこれで火を止めます。このゼリー液をこちらに今から流していきます。どうしてこの、ゼリーにイナーガーというゲル化剤を、使ったかといいますと、ゼラチンで、ゼリー液を作るとこの型からスッとこう剥がれないんですけど、
この、まあ、寒天系のゲル化剤を使うと肩から簡単にこう外せますので、それであの今回はインナーガーで作りました。手で取り外して器に移して、あの、まあ、例えばお好みのフルーツとかを飾り、あの召し上がっていただければと思います。聖なる夜はホテルメイドのケーキを囲んでちょっと豪華なクリスマスパーティー。サンルートプラザ東京では今予約受付中です。最後にクリスマスイン浦安をご覧ください。この時期街は素敵なイルミネーションに彩られます。そうです、クリスマスシーズンの到来です。浦安でもすでに幻想的でロマンチックなイルミネーションなどクリスマスムードを楽しむことができるんですよ。まずご紹介するのは新浦安駅前。ショッパーズプラザでは2階ペデストリアンデッキなどがクリスマスバージョンに。会社帰りなどに雰囲気を楽しむことができますよ。ショッパーズプラザとは新浦安駅を挟んで反対側のオリエンタルホテル東京ベイ。2階入り口から入ると正面にクリスマスツリーがお出迎えです。さらに進むと大きなツリー、雪が降る街のクリスマスをイメージしたツリーには雪だるまやさまざまなオーナメントがムードを高めます。オリエンタルホテル東京ベイでは12月21日と23日にクリスマスチャペルコンサートを開催。市内の子どもたちなどが素敵なハーモニーを聞かせてくれるそうです。クリスマスイルミネーションといえば舞浜のホテル群。舞浜ホテル群の中で最も歴史のあるサンルートプラザ東京。ここではクリスマス気分を盛り上げてもらおうとホテル全体を彩っています。今年のテーマはハッピースイートクリスマス。お菓子の家のクリスマスをイメージしたデコレーションです。1階ロビーラウンジは甘い香りが漂ってきそうなお菓子の家と、屋根の上には高さおよそ4メートルのツリー。中庭はキャンディーをモチーフにした赤、青、黄色などのカラフルなオーナメントやお菓子のオーナメントを飾った馬車がきらびやかな光の世界を演出しています。12月23日から25日にはサンタクロースがやってきてロビーコンサートも行われるそうです。東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾートはアトリウムクリスマス2014を開催しています。最上階9階までの吹き抜けのアトリウムロビーに現れたのは高さ37メートルの赤と緑の天幕ツリー。全部でおよそ5万5000球のイルミネーションがロビーに広がる街並みの屋根の上やクリスマスツリーなどに飾られ、クリスマスムードいっぱいの幻想的な光の街が広がります。12月25日までのクリスマス期間中は大人から子どもまで楽しめる体験型ラリーゲーム、正解者の中から抽選で宿泊券やレストラン券のプレゼントがあるそうです。ベイサイドクリスマスストーリーをテーマに総数およそ10万球のイルミネーションで彩られているのはホテルオークラ東京ベイ。ここでしか味わうことのできない演出されたイルミネーションです。ゲートからホテルに続くおよそ100メートルの並木は星型のブリリアントライトや流れ星のようなスノーフォールライト、星の回廊でお出迎えです。玄関前の芝生には高さ5メートル、直径12メートルの壮大なオブジェが登場。ホテルのシンボル、ドルフィンと光のタワー、メタルボールなどで飾られ、時間とともに変化する華やかな光は一見の価値あり。
さらに館内中央にあるコートヤードの噴水にはクリスタルのドルフィン。ホテル散策をロマンチックに盛り上げます。イクスピアにもクリスマス一色。今年初めて登場したのがミュージアムレーンへと続くウィンターフォレスト。ツリーをかたどったアーチをくぐるとクリスマスムードがさらに高まります。セレブレーションプラザは5つのツリーとクリスマスをお祝いする動物たちのモニュメントが登場しています。そして27日からスタートのクリスマスキャロルクロックはイクスピアリ初のプロジェクションマッピング。クロックタワーがからくり時計に大変身します。期間中にはさまざまなワークショップも行われ、スノードーム作りなど家族、友人、カップルで楽しむことができます。そして浦安のクリスマスといえば東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのクリスマスプログラム。東京ディズニーランドはディズニーならではのサンタクロースが住む村、ディズニーサンタビレッジをテーマにしたスペシャルイベント、クリスマスファンタジーを開催。ディズニーサンタビレッジで繰り広げられるディズニーの仲間たちとサンタクロースが一緒にクリスマスの準備をするファンタジーあふれるパレード、ディズニーサンタビレッジパレード。8台のフロートが連なるパレードは全長およそ250メートルにわたって繰り広げられます。そしてこの時期ならではのスペシャルグッズもずらり。またエントランスやシンデレラ城前のプラザにはミッキーマウスたちが世界の子どもたちに届けるクリスマスギフトの準備をしているデコレーションが登場。パークの至る所で東京ディズニーランドならではの賑やかで心温まるクリスマスの世界を楽しむことができます。東京ディズニーシーは願いをテーマにしたスペシャルイベントクリスマスウィッシュを開催。ウォーターフロントパークではホリデーグリーティングフロムセブンポート、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちがクリスマスパーティーを開催してダンスを踊る華やかなエンターテインメントプログラムです。今年初めて登場したのはカラフルホリデーグリーティング。クリスマスならではのカラフルなコスチュームに身を包んだミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちがリドアイルを舞台に繰り広げるスペシャルグリーティングです。そしてクリスマスの特別なメニューも。日が暮れたら辺りは暖かなイルミネーションのきらめきがパーク全体を光り輝かせ、より一層クリスマスムードが高まります。夜のメディテレーニアンハーバーを舞台に高さ15メートルもの大きなクリスマスツリーや小さなツリーのオブジェが光り輝くのはカラーオブクリスマス。今年はみんなのコスチュームが一新され、装いも新たにクリスマスならではの幻想的でロマンチックな水上ショーが繰り広げられます。2014年の浦安もすでにあちらこちらでクリスマス気分を満喫することができます。ホテルのイルミネーション散策、東京ディズニーリゾートのスペシャルプログラムを楽しむのも、素敵なひとときを過ごしてみてはいかがですか。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちうら、次回は市長の定例記者会見報告をはじめ、浦安市の家計簿などご覧のラインナップでお送りします。冬もすぐ目の前、小春日和の日でも日が落ちると急に冷え込みますので、寝るときには暖かくしてお休みください。それではまた。